どうも、レイです。1月の3日日曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日最初に取り上げる話題ですが、松本城無料開放、人出は半分程度という記事をお送りいたします。松本市の国宝松本城では、正月に合わせて庭園が無料で開放されました。新型コロナウイルスの影響で訪れる人は例年の半分程度だということです。1日の午前、松本城の黒門二の門では、甲冑姿などのおもてなし隊が、明けましておめでとうございます、疫病退散と皆さんの健康を祈っていますと挨拶し、門が開かれました。三が日に合わせて無料開放された本丸庭園では、古城太鼓が披露され、訪れた人たちは息の合った演奏を楽しんだり、天守閣を写真に収めたりしていました。この無料開放は毎年行われていますが、松本城管理事務所によりますと、今年は新型コロナの影響で訪れる人は例年の半分程度だということです。この本丸庭園の無料開放は本日3日まで行われています。百貨店で初売り始まる、サーモカメラで体温測定、密避けるために福袋予約制に、多くの店で初売りが行われました。新型コロナウイルスの影響で例年とは違った風景となりました。県内の百貨店では、新型コロナウイルスの感染対策を取りながら初売りが行われていました。長野市の長野東急百貨店では、新型コロナ対策として入り口にサーモグラフィーがついた体温計が設置されました。長野東急では毎年初売りに合わせて独自に福袋を販売していましたが、今年は人の混雑を避けるために中止になっています。百貨店に入る各テナントごとではお得な福袋も用意しましたが、整理券を配布し予約制で販売したために、長い行列ができる様子はなかったということです。長野東急百貨店の担当者の方は、入店に関しては昨年よりもかなり減ったと受け止めている。お客様の買い方、行動スタイルが変わってきているっていうふうに話しています。長野東急百貨店では例年、年明けに行っているセールを先月から前倒しで始めるなど、分散も図っていて、正月恒例のイベントにも新型コロナの影響が出ているということです。初売りも例年とは違った風景となっていますっていう記事がありました。このような記事が多い中で、一つだけね、こういう記事を見つけました。鬼滅の刃、いわゆるウォーキングっていう記事です。人気漫画、鬼滅の刃に登場する岩によく似た岩を目指して歩くイベントが、長野県須坂市で開かれ、多くの子供たちが参加しました。長野県須坂市の森には、真ん中に割れ目が入った、竜の割れ岩と呼ばれる大きな岩があり、人気漫画、鬼滅の刃で、主人公が切った岩とよく似ていると話題になっています。2日は新年を祝って、この岩を目指して歩くイベントが開かれ、親子連れなど100人余りが参加しました。参加者たちは時折小雪がちらつく中を出発し、往復およそ4キロのコースを元気いっぱいに歩き、30分ほどかけて竜の割れ岩に到着しました。割れ岩に着くと、子供たちは岩を切る主人公の真似をしたり、漫画の登場人物の衣装を着て写真を撮ったりしていました。主催した須坂市観光協会の本堂博史会長は、新型コロナウイルスを鬼に見立てて退散させようとの思いで企画しました。多くの方が参加してくれて嬉しいと話していました。このような企画の中にも、やはり新型コロナウイルスというものをね、意識しながら、そして感染拡大をね、避けるためにどのような形でね、こういったイベントごとを開催できるか、多くの地方は頭を悩ませながらも知恵を絞ってイベントというものの企画をしています。今回参加した子どもたちがね、炭治郎となってこのコロナウイルスという鬼をね、真っ二つに断ち切ってもらいたいなっていうふうに感じました。それでは1月の3日、今日は何の日をお送りいたします。原始祭。原始祭はかつての祝祭日の一つです。宮中三殿において天皇自ら主催する神祭で、皇位の元首を寿本儀式です。1908年に制定された皇室祭祀令で大祭に指定されました。1年で最初の大祭です。
同法は第二次世界大戦後の1947年に廃止され、現在では祝祭日ではありませんけれども、宮中では従来通り原始祭が行われています。それでは次です。瞳の日、メガネ・コンタクトレンズの業界が制定。日付は1と3で、瞳と読む語呂合わせから来ています。瞳をいつまでも美しく保つことが目的ということです。それでは今回は以上にしたいと思います。どうもありがとうございました。